こんにちは、絵手紙妙香です。今日は野菊の花を描きたいと思います。絵の好きな方、チャンネル登録をお願いいたします。色はよくわかるように今回は赤い野菊にいたします。まず花を描きます。上を向いておりますので楕円にいたします。楕円にするのがポイントの一つです。花びらを一筆ずつ描いていきます。楕円になるようにちょっと練習してから描くといいと思います。難しい場合は鉛筆で下書きをしてください。花は5つ描きますが、そのうち2つは横を向いている花にします。次に中央に黄色い花芯を描きます。3つの花に描きます。横向きの花につきましても少しだけ見えているようにします。茎を描きます。茎は地面に這うようにかなり横に倒します。お店で売っている菊ではなくて野菊ですのでかなり横に倒します。これは野菊の特色です。次に葉を描きます。葉は手前の葉から描きます。手前の葉は濃くします。小さい菊ですので5枚ぐらいで描きます。小さく左右先が1つ大きく円で描くように描いてください。いくつか描いていきます。それから奥の方の葉を薄い色で描きます。色の濃淡が2段階か3段階になるようにしてください。ここでは濃い色と薄い色の2段階にしております。ここまで描けましたら葉脈を描きます。葉脈は細い濃い曲線で描いてください。自然の植物ですのでどこも直線ではなく曲線になるように心がけて描きます。花芯の手前側に小さい点を並べます。なんとなく立体感が出てきます。野菊ですので周囲に草を描きます。草は秋ですので少し枯れ草になっている色にします。これも緩やかな曲線で描いてください。何本か描きます。菊の花は日本でも中国でも昔から好まれている格の高い花になります。今使いました動植を添えて雰囲気を出します。最後に落款をして完成です。このチャンネルでは季節の絵手紙や初心者の皆さんでも簡単に描ける絵手紙を紹介しております。またいらしてくださいね。ご質問はコメント欄にお書きください。下絵を用意しております。説明欄をご覧ください。それではごめんください。チャンネル登録もよろしくお願いします。